ちは。おはようございます。おはようございます。え？そんなドッキリ的な握り？そうっすね。マジドッキリなんすね。そうっすね。ちょっと待ってくださいね。あれ11時半だっけ？オープンですか？はい。11時で、あの今11時1分じゃないですか。一番なんかこうピリピリしてるところに入ってこられたんで、待ってくれちょっと待って、まだ着替えてもいないんで。ちょっと待って。今。マジか。なんか新商品があると聞いて。はい。昨日話しましたね。はい、新商品あるって。あ、それをもう食べに来ちゃった感じですね。そうっすね。おっす。あの女性で言えばマジでドスピン見られたみたいな感じで今。一番油断してる時。一番油断しました。これ曜日行っていいんですかね、収録日。はい。あの日曜日の朝じゃないですか。はい。絶対お客さん来ない家。日曜の朝11時っていう、ね、一番気抜けてた状態で来られたので。マジか。ようこそ。あ、まあじゃあゆっくり作ってください。はい。ちょっと待ってください。今着替えます。大体12時から。お客さんですか。お客さん大体12時入りなんですよ。で、最近その冬で冷たいじゃないですか。冷たい肉そばを朝11時から食べるお客さんだっていらっしゃらないので。いやもう俺は全然そばといえば冷たいのなんで。完全に気抜けてるところで、あのカウンター暮らしました。なるほど、その食材を使うんですね。はい、ドラッグです。飛べるやつです。飛べる草っす。ハーブ的なやつです。ゴーホードラッグです。ゴーホードラッグですね。仙台で一番有名なゴーホードラッグです。飛ぶやつです。すいません、ここ使えるかわからないのでちょっと改めて言うと、ナトリのセリです。ナトリにはですね、セリーナちゃんっていう、知ってますか？知らないですね。セリーナちゃんって、あのここ絶対使ってください。セリーナちゃんの生みの親からですね、ナトリのセリお願いしますっていうことで、あのあ、そこからインスピレーション生まれました。このセリを使ったですね肉そば作っていきたいと思います。めっちゃ噛んだんですけどあのね、まだ臨戦態勢できてないんですけど取っていいんですか。あ、作り方ですか、はい、大丈夫ですよ。謎の油、怪しいものばっかりしてんだ。そうそう、合法ハーブに合法オイル。これ合法だしじゃないですか。とんでもないもの入れやがって。合法のだしはうめえぞ。決まるぞ。合法つゆです。合法つゆです。合法多すぎるな。合法水です。やべえ、外資の作った水じゃないですかそれ。宮城県は外資水道局非合法の肉じゃないですか。大丈夫ですか。違う、合法です。これ使えますかこんだけ合法非合法を繰り返していいんですかね。ああ、まあまあ楽しくいきましょう。全然 PR にならないないですけど、大変このドッキリが奥さんにとばっちりが入ってますね。そうっすね。あの奥さんがさっきあのカメラの見えないところで、あの僕に向かって口パクでマジかって言った時は、あの本当のドッキリなんだなって。背中から頭皮が登っているのが今見えるでしょうか。確かに、もしかしたらこの千葉チャンネルの一番の被害者は奥さんかもしれないですそうですね。これ伝わってますね。このちょっと画面越しじゃ絶対伝わらないんですけど、セリのもう匂いが立ち始めてるの、そちらまで届いてるでしょうか。これ匂いで決まっちゃう感じですね。そうですね。合法ハーブそば一人気悪いランチの北味新メニュー、セリ肉そばでございます。ほう、
すっげえセリだ。これの合法感やばいっすね。合法感。あ、やっべ、これは取り締まられる。誰にですか。そう、セリとですね、鶏肉をですね、一緒に行っていただきたいんですよ。もうそこで、そのレンゲの中でちっちゃいあのセリ鍋ができるんですよ。こういうことですか。そうですね、そうですね。こういうことですか。はいはい。どうでしょう。これはあかんって。ありがとうございます。いや、今日マジで、はい、忖度なしで言おうとしたけど、これうまいわ。やったね。これずるいっすね。セリ鍋の美味しいとこだけ持ってきたみたいな。はい、セリが入ってて、親鳥が入ってて、締めの蕎麦がすでにあって、魔法新幹線駅最高だっすね。でもね、これがね、すごいことに合法なんですよ。マジっすか。これ合法なんすか。いいんすか、これ合法で。もう捕まるぞ。全然大丈夫っす。いやー、セリの出汁がもうほんとスープに行き渡ってる。グイガグイグイ最後まで。うまっ。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。このセリ肉そばなんですけれども、29日から、もうこっそり出そうかなと思ってまして、セリがもう取れないっすよっていうまではやっていいかなと思って。あの旬っていうか取れるのが最後4月くらいまでとか。あ、じゃあ結構長いことやる。なのでこの冬はちょっと挑戦していこうかな。850円でこれ食えんの、すごいね。合法だから。合法だからです。これ非合法だといくらなんですか。丸2つくらい食えます。マジっすか、やべえ。でもあとこれ申し訳ないんですけども、ちょっと絶対こうお伝えしなきゃいけないんですけども、うちのお店なんですけども、土曜日のですね、営業が日中ちょっとできないんですよ。まあ、娘の習い事に僕行かなきゃいけないので、パパのお仕事というか、パパのパパ業が、パパ業のところにちょっとあるので、業じゃないですね。俺、父として一緒に行かなきゃいけないと思ってるので、土曜日、毎週土曜日は営業しておりません。なので、食べれるのは定休日の火曜日と土曜日を抜いたお昼やってます。ぜひ、皆さん、どしどし来てください。名取のセリを売りたいんじゃ、セリーナちゃんの力になりたいんじゃ。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。